ストーンズの驚きの選択。東京ドーム公演でのゴート披露にファン大混乱。ストーンズの勇気ある行動にファン困惑。ゴート踊りで起こった予想外の騒動。スタートエンターテイメント、旧ジャニーズ事務所の6人組グループストーンズが4月20から22日、東京ドームでコンサートを開催しました。21日の公演では、 元キングプリンスの平野翔神宮寺優太た、岸優太らが結成したグループナンバーアンダーライン愛のデビュー曲、ゴートのダンスを披露しました。滝沢秀明氏率いる戸部に移籍したナンバーアンダーライン愛の曲を踊ったことに対し、SNS では激しい賛否が巻き起こっています。21日の公演でした。見てみたかったですね。平野翔さん。 神宮寺ゆ太さん、岸優太さんが結成したナンバーアンダーライン愛のデビュー曲、ゴートのダンスを披露したのは、ストーンズらしいですね。三人ともストーンズのみんなとは仲が良いし、新太郎さんは翔さんと親友だから、ゴートのダンスの披露はナンバーアンダーライン愛に応援しているよ、という意味も含まれていると思います。 キシ君は何度も ANN にゲストで来てくれていますし、うみちゃんはホッくんと仲が良いので、ナンバーアンダーライン愛の曲を踊ったことは微笑ましいですね。避難する人は極近かだと思いますが、SNS では激しい賛否が起こっている。本当でしょうかつつしちゃん、かっこいいことしてますね。インライブ中に電話をかけたこともありますが、お互いのファンに対して嫌味などではなく、 仲が良いのに逆に話題にしない方が変だよねという気持ちから自然な形で行動しているところが大好きです。ナンバーアンダーライン愛もこの前の歌番組で普通にウエストとも絡んでいましたし、両方のファンからすると嬉しい光景ですね。ライブでは森本慎太郎がストーンズの楽曲ホイップザットを披露した際にフリーダンスの流れで ナンバーアンダーラインアイのゴートの振り付けを見せ、その後、6人全員で同曲を踊ったそうです。ライブを見たファンからは、X、旧ツイッターで様々な反応が寄せられています。ナンバーアンダーラインアイタンの皆さんウィップザのフリーダンスで、新太郎がゴートの振りをやって、6人で踊ったよ。途中、新ちゃんを筆頭に6人でゴートを踊ってくれたうん。あれは間違いなくゴート。 新太郎がゴートの振りをやった涙涙ストーンズのみんなでゴート平野と森本永遠なれ。ゴートを踊ったのだけは本当に無理。最悪。これを褒めているポストはほとんどトベのファンだから。ナンバーアンダーライン愛平野さんとストーンズ森本新太郎さんは、ジュニア時代から親しい間柄で知られています。2019年9月6日に放送された A スタジオ、 TBS 系に出演した平野さんが、小福亭鶴瓶さんから森本さんについての情報を聞かれ、森本さんが平野さんを美味しいご飯を食べに行こうと東京駅に呼び出し、いきなり平野さんの地元名古屋に行くことになったエピソードが紹介されました。芸能ライター、ストーンズがナンバーアンダーライン愛の曲を踊ったことに様々な意見が寄せられていますが、実は、 そのライブをキンプリの高橋海人が見学に行ったことをインスタグラムのストーリーズで明かしています。ナンバーアンダーライン愛の3人は2023年5月22日にグループを脱退し、現在、キンプリは長瀬連さんと高橋さんの2人体制になっています。そんな高橋さんが見ている前で、ストーンズがゴートを踊ったことに対し、SNS では、 あの瞬間から私は心が冷え切ったし、ストのファンはそりゃ関係ないよなぁとも思って辛くなったし、高橋海といたと知って余計に冷えたよ、ストゴーと嬉しいのに、真っ先にアマがどうだったのかが、気になって勝手に変に不安に、などの意見が寄せられました。どうスタート新社長、福田淳氏は、週刊文春のインタビューで金プリの再合流について、 みんなやりたいようにやればいいと思う。対処しても、事務所に戻りたかったら戻ればいいし、出たければ出ればいいと話しています。今後、キンプリがナンバーアンダーライン愛の曲を踊ることもあるのでしょうか。私は X で喜んでいるポストしか目にしていなかったので、ストーンズのファンの中に嫌がる人がいることをこの記事で知りました。ゴートを踊ったのだけは本当に無理。 最悪。これを褒めているポストはほとんどトベのファンだから。なるほど、私はトベのファンだからですかカイトくんも喜んでいると思っていたので、記事を読んで悲しい気持ちになりました。いろいろな事情で事務所を辞めたり、残ったりしている人たちがいますが、みんな自分の意思で進んでいます。彼らは所属先や立場などに関係なく、今でも心はつながっています。 それを外野から冷めたとか無理だとか言われるのは本当に悲しいですね。メンバーがそのようなことを喜ぶことはないと思います。